カル絶壁よ。すいません、レッコシワクレー来ました。おお、一本でまあまあでかい。これ逃したくないよ。大丈夫。お、来る。うぃー、でかい。おぃー、もろたー。おはーる、さん。お、来る、絶対来る。おお、拾ってきたー。切ったぜ切ったぜ切ったぜリルデイオー。あ、甘噛みした。切ったぜ切ったぜ切ったぜリルデイだよー。リルデイです。今の引用が何か分かった人はもうすごいですね。気づいた方はコメント欄へどうぞ。どうも、マー君です。一人長考です。長崎県の離島に来てます。今日はね、エギに窒光の粉を塗ろうと思ったんですが、粉を忘れました。はい、すいません。ということで、いつものサポッティングということで、サポッティングしていきます。で、皆さん聞いてくださいよ。ここ最近僕ご飯屋さんに行ったんですよ。席に通されて、その席の横がカウンターになってるんですよ。自分の席がこうあって、ここがカウンターで、ここに座った女性の方がずっと一人で喋ってるんですよ。なんだろうなと思ったら、ライブ配信されてて、ライブ配信の中でお店のこう料理が遅いだとか冷えてるだとか、お店に対するディスをこう言い始めて、それを聞きながらこう食べたくないじゃないですか。で、他のお客さんとかも結構いらっしゃったんですけど、まあその一番僕が近かったので、やっぱこう配信もさせてもらってる以上、いや、ここはちょっと一言言わんといかんと、あの、すいませんと、あ、ちょっと声を落としてもらっていいですかって僕が言ったんですよ。で、そしたらベーンってして、メガネかけてたんですけど、ベーンってして、あー、何このお前、何文句あるの、私言ってんだけど、ちゃんと配信していいって。うわーって、もう想像のもうこの辺ぐらい来てるもんね。えーってなって、皆さんが迷惑されてたんでって言って、迷惑かけてねえじゃん。なんか文句あんの、私はね、ヤクザでも警察でも弁護士でもね、知り合いいんだから。そんなこと目の前で言われて笑わない人いないでしょ。えって言って笑っちゃったんですよ。たらもうむちゃくちゃ頭こられたみたいで、お前こらこんなブサイクのくせによって言ったら、そこにいたお客さんとか店員さん全員俺の方向いて、えみたいな。いや、俺、ちょっと本当のことはやめてください。そこでノックアウトしました。すいません、あの、個室に移してもらっていいですかつって、その後もめちゃくちゃ罵倒されてました僕。うん、くっそ、ぶっさいくでいかれてんじゃねえかよ、ボーゲー。ぶっさいくわざと言ってんだよ、聞こえるように。あんなクソに負けんねえよ。負ける負けない。勝ち負けなんで、すべて。やったで潰せるんで、あんなクソなんて。絶対潰してやる。お前なんか特定して潰せっからね。はい、ということでね、釣りに行きたいと思います、僕はもう。じゃあ皆さん行きますよ。勝手にサポッティング。はい、場所まで行ってますからね。こういうとこ大っ嫌い。ほら見て、これ断崖絶壁よ。うわ、これ怖っ。あらあらあら、危ない。あらあらあら、さてと、よいしょ。ここでもなんか一回来たことあるな、お兄ちゃんと。1投目来ます。 3D35 最近流行りのやつ、ブルーのやつ。こうね、防波堤になってるんだけど、防波堤のもうちょっと若干手前の方から探って奥の方に行ってみたいと思います。
こんばんは。どんな感じですか？3倍。ああ、小さい。ちっちゃい。ああ。ああ、釣ってますね。釣ってますね。おお、釣り入っていくね。深いね。深いのよ。まあ、リアイソかな、ここはやっぱり。リアイソの子何を3点を。すいません、レッグ押し枠で来ました。レッグ押し忘れてました。もう完全触ったの分かってました。今ここで取り込みたいと思います、おー、まあまあでかい。一本でまあまあでかい。これ逃したくないよ絶対に。うわぁ、すごいことなってるから。ちょっと待って。バリかかった。でもでかい。相当でかい。リアイソ。シュピンのやつやな。はい。夜釣りの、これ、なんだろう、これ、ハゲてるやつ。ちょっと風が出てきたのでサクッと取ったですね。お、来たい。重たい。まあ、さっきよりはあれだけど。いや、大丈夫そうね。おかまですね。だま300ぐらいか。もう逃がしちゃいますよね、これね。ありがとうございます。はい、おはようございます。おお、結構シュキッとね。投げちゃいました。スレイカマスター。今はもう6時ぐらい。まだ暗いですね、6時。お、来る。うい、もろた、おった。いましたね。一投目、そんなないけど。いいんでないじゃん。おお、よかったです。一投目できました。ちっちゃいから返しちゃいます。すぐ。ごめんごめん。ありがたき。たきたきたき。おお、落ちパク。落ちパクやけん。落ちパクよ。うわあ、楽しい。すごいんだから。投げちゃくるんだから。ありがとうございます。さっきからありがとう。お前も逃がす。ごめん、ありがとう。生きて帰れ。また会おう。暗くてね、地形がどうなってるか全然わからないのよ。潮が効いてるわけでもなさそうだけどな。まだ3回ぐらいしかしゃくってないからね。浅いのよ、だからここやっぱり 2、3メートルしか残っちゃうぞ。
ちゃくて、でかい、でかいです、でかいです、これはでかいです、きっとでかいですよ。これ上がるかな、ちょっと待って、取り込みどうすか、これ着底と思ったらやったね。でかい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 、ちょっと待って、どうしよう、どうやって、もうこっちに出しよう、どうやって、ぶっさい朝のブルーもやつ、おい、もろた、すぐ持ってったよ、キューって、ブルのやつ、あ、抜けた、よっしょ、来とったね、来とったろ、言うたろうがいい、来とったろうがいい、ちっちゃいけど申し訳ない、あざます、やった、アトマスターがいいんだね、きっとダートマスターがいいんだ、きっと、ちょっとね、多分長めに見せるのがいいかな、あ、来てる、絶対、じゃがたがおはるおはるさん、来てないな、お、来る、絶対、おはるさん、おはるさんです、絶対、ダートマスターがいいんだね、きっと、こいつ、そこ逃がします、そこ逃がします、ごめんなさい、ありがとう、ありがとう、ちょっと一番最初のとこに行こう、あの落ちパクのとこに、こっちの方がいいんじゃないの、浅いから勝負早い、すごくいいとこ、初めて来たけど、普通のちっちゃいワンでしょ、なんかそんな言うことないワンだけど、めちゃくちゃいいとこ、お、来る、絶対来る、もう触りよる、おいで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 、キュッと持っていって、持っていっておいで、持っていっておいで、いけ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 、持っていけ、触ったやん、触ったじゃない、触らんや、倒ら、触るんや、おー、持ってきた、持ってきやがった、いきなり持っていった、ありがとうございます、ちっちゃいけど真っ黒、さっきね、ちょっと待って待って、ごめんちょっとごめん、ちょっと、おい、あざます、まあまあでもあるよ、そんなちっちゃくもないよ、怖い、こっち向けた、怖い、あざます、炊きてください、危ない、はい、お疲れ様です、いいのあげてたやない、やったわね、嬉しいわ、はかりあんた買いなさいよ、はかってなかったでしょ、はかりあるんだけど電池がないの見ました、皆さん楽しそうだったでしょ、落ちパク見ました、いや、やっぱあのこれだから落ちパクあるんですよ、これの時ありますよね、落ちパク、大足の方がね、大足の方の時が、もうこれの時が、確かに、あれ落ちねえなって思ってたらビュンだもんね、素晴らしい超過だったっていうことで、もう面白かった、面白かったですよ、楽しんだみたいで、マーク、ああ、めちゃくちゃ面白かったですね、いや、連れて行ってくださいよ、今度、嫌です、でえねん、無理です、鬼滅の花園になってますので、こちらとしても楽しかったわー
よかった。ご満悦。うん、言ってよかったのよ。皆さんもこの動画を見てですね、ええ、マーク楽しい動画撮ってるな、釣りしてるな、一緒に釣りしたいなっていう方は高評価ボタン、チャンネル登録、コメントなんかも入れてもらえたら今後のやる気につながりますので、やる気、はい、コメントもものすごくやる気につながります。確かに、うん、ここ最近物販の方もちょっとやらせております。かぶっておりますけど、まあ、キャップですね、少しロンティーとかもありますので、もしご興味のある方は概要欄に、URL、貼ってありますので見てもらえるだけでもいいので、はい、ちょっと開いてみてください。よろしくお願いします、はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイチャ。